メル,ルメルボルン市電 Z 型電車メルボルン市電 Z3 型電車 Z3 型はオーストラリアのメルボルンの路面電車であるメルボルン市電に在籍する電車 Z 型と呼ばれる1970年代以降量産が実施された一連のボギー車の一つで従来の車両から車体構造や機器が大幅に変更されている1970年代 当時メルボルン市電を運営していたメルボルン都市圏路面電車委員会は、オーストラリアの鉄道車両メーカーであったコモンウェルスエンジニアリング、通称コメンジが手掛けるボギー車の Z 型を導入し、路線網の近代化を促進していた。その中で1977年、老朽化が進んだ w 2系の置き換え用として、MMTB は100両の追加車両の入札を実施し、 コメンジを含む複数の企業が応じた。その中でコメンジは従来の Z 型の構造、方針を変更した上で MMTB 側が台車や機器を複数の選択肢から選択可能とする内容を提出し最終的に同社が選ばれることとなった。そして1978年に締結された契約内容をもとに製造が開始されたのが Z3 型である。 Z3 型は従来の Z 型と同様に両運転台式のボギー車で車体の基本デザインも共通だが以下のように構造や機器に関する多数の変更が生じている。1979年から量産が実施され、1984年までに115両が製造された。製造当初は終電装置にポールが用いられた他中央扉付近に車掌が 配置されていたが、後年にワンマン運転へ移行したほか、終電装置もシングルアーム式パンタグラフへ交換された。また、塗装についても登場当初は上半分がクリーム色、下半分がオレンジ色という Z 型独自の塗り分けを有していたが、1983年以降は、多形式とともに黄色がかったクリーム色と緑色を用いたデザインに変更され、 メルボルン市電の運営が民間事業者へ移管された後は各事業者の塗装をまとっている。2013年以降は視認性の向上も兼ねた塗装変更、内装やガラスの修繕、座席の布張りの交換などの更新工事が継続して実施されており、2020年現在も火災で廃車となった1両を除いた114両が各系統で使用されている。ありがとうございます。